フェイスタメルシワバネクワガタは、高注目、クワガタムシか、シワバネクワガタ族に属するクワガタムシの一種。南米のペルー、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ボリビアのアンデス山脈高地の熱帯雨林に生息する。メス体長は50から80ミリメートルとなり、南米産のクワガタムシでは、チリクワガタに次ぐ大きさとなるが、 顎を含めない体だけの大きさでは5 0ト、mm、ルほどになり、チリクワ型よりも大きくなる。チリクワ型ほど極端ではないが、オスは頭部が小さめで大顎と足が長く、形折に多数のトゲが生えるなど、チリクワ型に近い体型となっており、メスもチリクワ型のメスによく似ている。名前通り前肢部分に、シワのような薄い溝が全体に発生し、 大顎を含めた体表に銀色の細かい毛が多く生えているが、これは気温が低い高地に対応するためだとも言われ、本種以外のシワバネクワガタ族も、このように他のクワガタ虫に比べて、毛が多い種類が見られる。生息地が2000メートル級の鉱山で、人が容易に近づけない場所であり、最終個体も少ないので、ほとんどわかっていない。 日本に輸入されるのも生態よりは標本個体が多く生態は高温に弱く寿命も短いこともあり飼育方法も現在のところ確立されていないまた幼虫の飼育はとても難しく大体幼虫になる前に卵が腐ってしまうため人の手によって成虫まで育て上げた人はいないと言われているありがとうございます